はい、こんにちは。こんにちは。アルファ視圧研究室の時間がやってまいりました。はい、やってまいりました。長野教授、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、はい、何ですか？そろそろ季節近づいてきてますよ。そうですね。もう春になってきましたので、はい、いろんなところで聞かれます。うん、今年どうなんですかっていう。そうですね。はい。はい、ということで、ええ、もう本当待ちきれない方がたくさんいらっしゃるということなので、ああちょっとだけですけど、ええ、新柄魅力的なやつを、はいはい、持ってきましたので、はい、ご紹介させていただければと思います。はい、ぜひともお願いします。早速行っちゃっていいですか？はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず一柄目から。はい、はい、こちらは過去に出たことがない、ええ初出しですね。初出しです。本邦初。はい、はい、で、まあ、ちょっとですね、まあ、抜染でトロピカルな雰囲気もあるんですけど、うん、そうですね、カラフルだし、ええ、これは何の柄なんですか？よく見ると、ええ、竜の柄が、うん、ドラゴンですね。あ、顔いた。はい、あ、これ植物かと思ったら鱗なんだ。そうなんですよ、竜の鱗。あ、こうやって見ると抜染でね、花っぽくこう描かれてるんですけど、ええ、竜がこう後ろも竜がこうブワーって飛び回ってる感じのデザインになっていまして、当然これヴィンテージで、ヴィンテージで存在してた。はい、そうです。おで、ちょっと珍しいのがですね、ええ、和柄のドラゴンっていうのが、はい、まあ、割とこうアロハシャツの中でも、はい、まあ、定番的な要素としてありますね、出てくるんですけど、ええ、これちょっと中国の雰囲気のデザイン的に日本の和のドラゴンではない感じのですね、へえ、こうタッチになってまして、おう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 、はい、でこれのルーツとしてはですね、もともと移民で渡っていった方たち、うんうん、日本から渡った移民もたくさんいるんですけど、はい、その歴史よりもさらに古い、中国から渡っていった移民はハワイの方に入ったとして、もっと昔に入ってるんですね。ほう。で、中国の方が入ってきて、ええ、であとフィリピンだったりとか、ええ、まあ、そういったところもプラスアルファでさらに日本の移民から行ってっていう歴史があるので、まあ、アジア各地からハワイを目指したわけですね。そうですね、はい、ええ、でハワイのオアフとホノルルにも、はい、チャイナタウン、お、あるんですか？大きいコミュニティがありますので、そこの歴史も本当古いんですよ。ほうほうほう。で、まあ、そういったところですね、中国の方がもうかなり、古くから入っていって、で、まあ、お寺とかですね、寺院とかも作って、はい、でいろんなカルチャーをですねハワイの方にこうベースとして作り上げた部分がありまして、はい、で中国系のテーラーっていうのもあったので、まあ、そういった方たちも割とこうアロハシャツのカルチャーにこう早いうちから入り込んできて、でデザイン的に日本のその和のこうドラゴンだけではなくて、こういった中国系のこのデザインのドラゴンのアロハシャツっていうのも割とこう早くから、日本人が移民する前から、はい、アロハシャツを作ってたとかっていうわけではないですよね。はい、やっぱり日本人が移民して、その方々がアロハシャツを作るようになって、やってみようかな、はい、私もみたいな感じで、はい、っていうふうに生まれた、はい、そうです。おー、ストーリーが面白いですね、はい、これは。なのでもうさらにミックスですね、アジアの方の文化がミックスされて作られたアロハシャツという、はい、ほうほうほう、こういったのも今回出てきます。すごく色彩が鮮やかで、そうですね、いいですね、これ黄色が効いてますね、はい、なのでちょっとオリエンタルなんですけど、そこまでこうちょっとトロピカルな色使いもあり、はい、もう和の要素も少し入って、はい、この中にこうハワイのカルチャーとアジア、日本、中国のカルチャー、文化が全部混ざった感じ、はい、なかなかこう見応えのあるデザインになっていますので、はい、はい、いやこれは結構映えます。映えますよね、で初出しですのでまた、はい、ぜひ、実物も見ていただけたらと思います。はい、はい、うん、続いて2柄目ですね。はい、こちら、はい、こちらも初出しです。何の鳥なんですかね、これ。シラサギですね。シラサギ。はい。はは、綺麗な。まあ、鶴だったりとか、あとツバメもそうですけど、まあ、いろんなこう鳥のデザイン、アロハシャツには存在をしていまして、でこれもちりめんの素材なので、もう本当日本でプリントされて、その当時ハワイに送られてシャツになったものなんですけれども、はい、これ和柄の中でも非常に珍しいのが、モチーフの周りをちょっとぼかしてるんですね。
白鷺の周りを縁取るように、縁取るようにちょっと薄い色が入って、はい、を入れてるんですよ。本当だ、そこまではディテール書いてないんだ、はい、これって比較的こう珍しくて、はい、割とこうバス停になったらもうスパッとこうモチーフとグランドの部分がもう本当に色が分かれている、はい、であと和柄の、もう通常の和柄に関してもですね、あんまりこう重色をさせないという、重色と言いますと、はい、まあグランドの色とあとモチーフのデザインの色、はい、っていうのがこう分かれてこうやプリントするんですけども、はいはい、ここがどうしてもこう重なっちゃうと、はいはい、そうするとちょっとこうにじんだりとか、重なったところが違う色になったりとか、はいはい、そういったものが重色っていうんですけども、それをこうあえて起こさせるというか、重色しているようにこう見せかけるんですけども、まあ、実はここにもう重色を部分のところですね、この隙間のところに、はい、細かくですね、縁取るように一般使っていて、これによってこの白鷺のモチーフ自体がまたここでインパクトを与えているという、はい、なかなか和柄の中でも珍しい使い方ですね。でも鳥がいっぱいって簡単に言いますけど、はい、いろんな方向向いてたり、飛び方とかも止まってるのもいるのかな、はい、いますね、はい、これはすごい綺麗なシャツですね、はい、また着るとより映える、当然くどいようですけど、はい、これもヴィンテージを、はい、持っていて、はい、そうです復刻、はい、これは古いんですか。これ古いですね、1950年代になります。これも50年代の復刻と、はい、ほうほう、こういったちょっとなかなか珍しい感じのモチーフと、モチーフの描かれ方っていうのもまた見ていただけたらと思いますので、はいはい、続いてですね、3柄目カトレアオーキッド。これはいい、カトレアオーキッドっていう植物ですか、ね、はい、これはですね、まあ、今自分が着ているのがブラウンの配色になるんですけれども、まあ、カトレアオーキッドってハワイでは、まあ、プルメリアハイビスカス、まあ、そういったところはもう定番的にもう有名なお花なんですけど、はい、まあ、有名なホテルハレクラニ、はい、そのハレクラニのモチーフとしてワイキキにあるホテルですね、はい、古い歴史のあるホテルですよね、ホテルのモチーフにもなっていますし、はい、オーキッズっていうレストランがホテルの中に有名なホテルが入っていたり、あとプールのその底の部分ですね、ここにこうカトレアオーキッドの花がこうドーンと大きく描かれていたり、ハワイではやはりカトレアオーキッドっていうのはすごくこう有名なお花として昔から親しまれてきたので、そうなんですね、はい、なのでアロハシャツのモチーフとしてもすごくいろんなブランドが使ってきたデザインになってまして、まあ、今回これも初なんですけど、これも初なんですか、はい、なんかこういう柄って見たことある感じするじゃないですか、花でハイビスカスだったり、はい、モンステラだったりとか、はい、葉っぱだったりとかっていう感じだから、はい、多分勝手に前にもやったかなぐらいに印象だったんですけど、はい、初なんですね、これも初のカトレアオーキッドのデザインになっていますので、もともとヴィンテージのここ配色を見ていってもですね、こう少しちょっと柔らかめの色を使って、ちょっと焼けた感じの雰囲気がもともと出されているデザインになってますので、もうパキッとした感じもあるんですけど、ちょっと柔らかく着やすい感じの雰囲気も持っていて、いい柄でいい色で、いい色でもうなんかザ、あのリゾートみたいなイメージで、僕大好きですね、この柄は。花柄大好きですもんね。花柄大好きなんですよ。ぜひちょっとこちらも、ね、これはいいですね。また試着すると、この花柄とかもそうなんですけど、また雰囲気が全く違うので、お母さんの着てる茶色もいい色ですね、はい、これもすごいいい色ですね。ちょっと焼けた感じの色で使われていて、ぜひこちらもお店で試着していただけたらと思います、はい、おいいですね、これは、はい、じゃあ続いてこれは、はい、多分、ポテンシャル相当、販売する身となってのポテンシャルの話ですけど、はい、高いやつです。高いですね。それなんとなく分かる気がしてそうですね、この華やかさが、もうそれ物語っていますけど、そうですよね、はい、大きい、そうですね、バーンバーンバーンのクジャクが描かれた、細かいですね。そうですね、こちらもちりめの多色の、こう技術を多用して作られているんですけども、アロハシャツのモチーフで、クジャクって多いんですよね、はいはい、それなぜかっていうと、もともとハワイにはクジャクって割とこう、まあ、王家ですね、王家の方たちが割と好んで飼っていて、宮殿のお庭にこうたくさんこうクジャクが、まあ、
宮殿にね、クジャクがいたらそれだけで威厳がこう、ね、あ、そうですよね、クンと上がりますもんね、はい、なんか雰囲気で。特にですね、その当時のハワイの人たちから絶大な人気を誇っていた、カイウラニ王女という方が、カイウラニさんですね、はい、カイウラニさんが特にクジャクを大事にしていたのを、で、このシャツのタイトル、この当時からピカケっていうタイトルがついてるんですけど、ピカケ、はいはい、それはその英語のピーコックからこう流れてきて、そのピカケというタイトルがついてるんですけども、うん、まあ、そういったこう呼ばれ方もして、でこのクジャクの柄っていうのはこの柄だけではなくて、他のクジャクの柄っていうのもその当時からすごく人気があったので、はい、これはちなみに、はい、いつぐらいの、これは50年代ですね、50年代、はい、その当時からクジャクもいくつもの有名な柄があるんですけども、はいはいはい、その中でもかなり人気のある柄の一つ、インパクトはすっごいありますよ、すごいですもんね、またこのブルーに赤パンみたいなのと、映えますよ ね、 ねえ、この緑の、はい、ね、鳥さんの体もいいし、この舌もいいですよ ね、 そうですね、舌にこういう柄が入ってるのも、これも割とこう見てるとですね、めちゃめちゃ派手だなっていう印象はあるんですけど、はいはいはい、実際着ると割と着れてしまう、アロハシャツもよくあることなんですけど、なので実際これも羽織っていただいて、はいはい、見ていただけたらと思います、 これはいいですね、はい、かなり私の個人的な購入の候補としては上がってますか、今上に来てますよ、ありがとうございます、色が鮮やか、このようにあの上がってきたら試着していただいて、はい、はい、これはいいですね、決めていただけたらと思います、はいはい、じゃ続いてこちら、はい、こちらはあ、またちょっと一風変わった、そうですね、柄が来ましたね、またあの和柄とはかなりかけ離れた感じの雰囲気とデザイン、こちらはですね、サンサーフがもうずいぶん前に出した本とかにも登場してきているので、割とこう昔から、ファンの方には有名な、有名、あ、見たことあるなっていう感じのデザインだと思うんですけども、このテキスタイルを手掛けたのがジョン・メイグス、あのもうすっかりハワイアンシャツ好き、はい、アロハシャツ好きの間では、そうですね、レジェンドのジョン・メイグスデザインなわけですね、はいはい、この動画の中でも何回も登場してると思うんですけど、はいはいはい、ジョン・メイグスさんが手掛けた、もう彼のもう本当にポリネシアン大好きな、お、彼が手掛けたらしらしさがもうふんだんに、トンガそうですね、ってあのトンガですよね、はい、これはニューギニアって書いてあるのかな、はい、ニューギニア、あとはどこの地名が入ってますかね、ハワイとは一つも入ってないです ね、 そうですね、サモアですね、あ、サモアがありますね、はい、これはフィリピンですね、ちょっとフィジーがあって、あ、フィジーもある、はい、本当だ、このポリネシア一帯の島々っていうのが、メイグスさんにとっては本当にこうかけがえのないデザインソースではあったので、でこのカタマランカヌーに乗って、で、ハワイの方に渡ってきた、まあ、そういった歴史がこの中に全て詰まっている、ジョン・メイグスさんの思いがすごく詰まった、彼の本当好きなものっていうのが全部ここに詰まっている、それがすごい表現されていて、これはグランドが黒で、これバス線がこうバキッと効いてですね、そうですね、すごい柄が映えるデザインなんですけども、はい、例えばこれ、あ、これが同じものですか、同じ柄の色違い、配色違い、全然違うアロハシャツに見えちゃうのは僕だけでしょうか、皆さんそうだと思いますよ、あ、でもこうやって見ると今紹介してもらった、はい、やつの別配色だったんですね、これ。そのクジャク、クジャクなんかも全然違いますね。そうですね。はい、買います僕これ。これアロハシャツで並んで。竜だ、最初の竜、はい。そうです。ドラゴン。はい。全然違うシャツに。例えば見えちゃう。竜が見えちゃう。最初ご紹介したのがこちら。で、紫があちら。もう柄が違って見えますよね。そういうことなんですね。そこがまた面白いところですね。面白いですね、はい、これ。そうすると同じ柄なんですけど、全色買っちゃうんですよね。まあそうなんですよ。違う柄に見えてしまうんで、そうなんですよ、はい。そこがちょっとすごくこう困ったところでもあるんですけど。いやいや、中野さんは困るところじゃないです。それでしょ、僕ら買う側の僕らが困るところ。はいはい。それも魅力の一つなのでアロハシャツの。今じゃあ中野さんがさっき色違いって言ってた茶色の黒バージョンもあると。はい。ほう。まあ、そう。面白いですよね。面白い、
こちら、おおおお、これもあれどっかで見たことあるぞっていう、うん、このウクレレといい、レレハイビスカスといい、はい、あれっていう有名な柄があるんですけれども、メニュー、メニュー、マッキントッシュのメニュー柄があるんですけど、はい、違います、違いますよね、違いますよね、はい、モチーフは一緒っていう、似てるんですよね。おで、ハワイのコレクターの方、アメリカ本土のコレクターの方、こういろいろこうお会いした時に、はい、この柄ってっていう話は僕何回もしてるんですよ、でもやっぱり皆さん似てるけど多分書いた人が違うよとか、おちょっとはっきりは誰もわからないんですけど、うん、おそらく、まあ、その当時よくあったことなんですけど、人気のあった柄っていうのは、割とこうそれを真似ていろいろカスタムされて出されたりとか、まあまあありがちっちゃいありがちかな、それもハワイアンシャツではよくあったことなので、まあ、その中の一つですね。ちなみに、はい、じゃこれも年代的にも同じぐらいの50年代、ちょっとこちらの方が新しいかもしれないですね。あとってことですね、50年代のこれで後半ぐらいですね、はい、まあ、そういうちょっと面白いエピソードもちょっと知っちゃってるとそういう見方ができますけど、そうですね、似てるなっていう、でもパッと見の印象はすごく、ね、鮮やかで、そうですね、特にこのハイビスカスの描写が素晴らしいですね、これね素晴らしいですよね、これはまた抜線で表現しているっていうところも、これ抜線なんですね、はい、抜線です、ほう、まあ、そういったところもですね、はい、ここからが生えて、でそれがもうバシッとボーダーで、あ、これはそうですね、はい、ボーダー、はい、そうなんです ね、で後ろはこういった感じでボーダーが入ります、はあ、これも中央参考までね、あれが色違い、ね、ということになるんですね、はい、茶色いベースと、はい、ブルーのベースとあって、はい、これはどちらかというと色違い感は強いですね、はい、そうですね、違う色だなと、でもそうどっちって悩ませるやつです、ね、逆に言うとそうですね、どっちの色にしようっていう感じですね、そうですね、茶色もいいな、実際着てみるとまたいろんなで、また雰囲気もだいぶ、ね、ネイビーとブラウンでは変わりますので、はい、ぜひまたお店で実物を見ていただいて、そうですね、はい、これはまだまだまだもう本当に新作第1弾ですもんね、2024年度、そうですね、一部ですからね、ですよね、はい、6型だけですもんね、これからもからまだまだ、僕はあの、サンサフのカタログが毎年出来上がってくるじゃないですか、あれが楽しみなんです、はい、ありがとうございます、もう皆さん本を読んでる、読書できちゃうんで、あれはそうですね、その中にも一個一個シャツの説明もあって、かなり読み応えのある内容には今年もなっていますと、もうすぐですか、もうすぐですね、はい、もうすぐまたお届けできると思いますので、またそうですね、はい、ぜひぜひカタログにも全部今のし、ね、紹介していただいたものは載ってて、はいはい、細かく説明も入って載りますので、いやいや今年もいよいよ季節がやってきちゃったって感じですねようやくやってきましたので忙しくなりますね、はい、登場機会が一気に上がると思うんで、はい、今年もぜひ、今シーズンサンサフ、はい、私は追いかけますよ、よろしくお願いします、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。